この中に何が入っているのでしょうか。刑務所というか、このケージの中は、あら、なんとかアメリカの自販機ですね。ほら、こんなごついケージの中になぜあるのでしょうか。やっぱり物が盗まれるからね、夜に。そうするとこういうところから手を通して、こう、こんなアナログな古いなタイプですね。しかし、こういうごついものの中に入れない限りは、盗まれるもんな、ものが。こんなもの、自販機よりこのケージを作るのにお金がかかったんじゃないのかな。まだこういうタイプ、こういう自販機が多いですね。残念ですね、アメリカの事情は。こういうのがなぜあるのかな。普通に日本の自販機みたいにあればいいんだけど、やっぱりちょっと物がね、夜になると盗まれたりすることがあるから、こういう風になってしまうのは非常に残念です。